今ね GoPro Hero 6で撮ってるんだけどどうなのかな。撮ってる時はねよくわかんないんだよね。今港にね来てるんだけど今日もね客船が入ってますね。大きな客船が入ってきてるんだけど困るのはねみんな横断歩道をねちゃんと渡ってくれればいいんだけどな。もう横断歩道お構いなしにね道路あちこちで渡るんでねたまにヒヤッとする時がありますけどね。だから歩行者とかね気をつけて走らないと。もう横断歩道関係なしにね右左確認をせずにねポンとね飛び出すように渡る人がいるんですよね。日本は安全だと思ってるのかな。一歩間違うとやっぱりね事故につながるんで気をつけてもらいたいですよね。ということで今日はね GoPro Hero 6で車中撮りをねちょっとテストしてます。じっちゃんね大人の歯が生えてこないんでね喋る時にね空気が漏れてうまく喋れない。もともとじっちゃんなんてね喋りっていうかねあまり良くないのに歯が抜けて余計空気が抜けてね喋りづらいのよね。ということでね今日はGoPro Hero 6で初めて車内撮りにね挑戦してみたというか車内撮りのねテストをしてみました。いかがだったでしょうか。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは皆さんまたお会いしましょう。